こんにちは、心理カウンセラーの高森です。メンタル調子を崩されて都営新宿線近辺で精神科クリニック、あるいは心療内科をお探しの方おられるかと思います。辛い症状をまずは薬で落ち着かせていく、大切なことですよね。ただ中には副作用や再発が心配という方もおられるかと思います。そういった場合はカウンセリングを併用するのが安心です。カウンセリングで心の体質改善を図っていきますと、相乗効果で結果的に薬を早めに減らしたりやめることができたり、再発のリスクを下げることができるからです。進め方としては3通りあります。まずは薬の治療に専念する、あるいは薬とカウンセリング併用の形でスタートする、もしくはカウンセリングだけで始めてみて様子を見ながら必要に応じて薬を使っていく、このような道筋がありますので、ご自身にとってぴったりくるやり方で回復に向かって進んでいってくださればというふうに思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。